次は、肩幅の状態のスタンスで行うスクワット、ナノスタンスのスクワット、岡田先生どうぞお見せしましょう。ナノスクワットですわ。この肩幅にしてスタンスを整えながらスクワットをやっていきます。小川先生いきましょう、一発いきましょう、せーの、はいはい、戻します。特にこの大腿四頭筋って言ってここの筋肉に効いてくるエクササイズですね。はい、ありがとうございます。